黒田重隆は、戦国時代の武将、小寺市の家臣。黒田家府、高原武官などによると、若い頃は、山陽地方随一の商業都市として繁栄していた、美禅国の福岡に在住していたと伝わる。その後、大英五年に、美禅が乱れると、張馬国に移り、姫路の広報神社の神官、井口太夫と共謀して、目薬を売ることで財をなし。 はりの国人になったという。はじめたつの上主、赤松正秀に仕えたが、ほどなく、五義、上主、小寺聖職に、主を変え、この職高氏が徴用されて、姫路城の城代となったとされる。ただし実際は、重高自身の生じ家臣としての発給文書が、残っているため、重高自身も、小寺市重臣として仕えていた。また、はり五儀軍師によると、 この食高氏は、小寺聖職の祖父、正隆の養女をめとって、正隆の養子となっていたとしている。妻は、メガ氏で、永禄2年9月22日に没している。享禄4年の大物崩れでは、赤松正助軍に従って出陣。当時の正治家当主は、正隆の子である乗り職だった。その際、大見源氏佐々木氏末裔である重隆は、 坂東兵士梶原氏末裔であるハリマ・佐護サ上手、梶原影ラ・と先人を争って、一触即発の状況になったと赤松日六は伝えている。これは、厳平合戦の自分、宇治川の戦いで、佐々木・高綱と梶原影末が先人争いをしたものの再来とされているが、真偽は不明。天文十四年、のり職の子、聖職の代になると、 小寺市一門の小寺のりや小寺家臣、八代堂を喜びとともに、姫路城の経営にあたる。後に単独で、姫路城主となったという説もあるが、工事2年に、職高氏が姫路城主になったという説もあるため実際は不明。いずれに西洋職高氏に家督を譲った後は、五義城下の屋敷へ戻り、永禄7年に、同地で亡くなった。去年57、墓所は、 岡山県瀬戸内市小佐船町の妙光寺にある、近世大名となった筑前黒岳の実質上の過疎である、沖城跡地にある黒田重隆と上水の母、明石市の墓日は2年、福岡藩十代藩主、黒田成木を治世中に、福岡藩は姫路沖の地に墓所を新たに造営している。この病所には孫、吉隆の母である明石市の墓標も、重隆と共に祀られている。 また、福岡市の幸運神社の拙者、鍵盤神社に、詩人の一柱として報じられ、祀られている。高原武官などの資料によると、父、後世に従って、戦術の流浪をしたとされるが、針間国高軍黒田省出身という説もある。地元の寺院に、針間黒田氏に関する系図や黒田職、高氏や黒田重高の遺廃もある。その説によると、黒田氏は旧来に言われる、 大江佐々木氏の末ではなく、赤松氏の別れの土豪とされており、黒田省にあった黒田城主八代目であったとされる。またこの九代目、春高の第二、石原氏、赤石との戦闘で討ち死にし、黒田城も落城して、家は絶えたという。また、春高の弟に、交流がおり、小寺職、高氏の養子となって、姫路城主となったとしている。ありがとうございます。